皆さんこんにちは、コモリジュンです。今回は横浜にある伊勢山神宮かな、うん、次男の時あのなんだっけ七五三、うん、でも行ったんだけど、そうお伊勢様に行ってきます。はい、今回は、今回はっていうか、まあ、自然弁弁希望なのもあって、私としてはやはり安産ではないと困っちゃうよね。長男の時は18時間、うん、次男が4時間ぐらい、3時間ぐらいだっけ、病院着いて速攻生まれたよね。で三男くんはどんぐらいかかるんだろうね。超怖いよね、その時間が怖い。何があって、痛みより、痛みはねいいのよ別に、あんなもんはもうどっちにしたって痛いんだから、逃げも隠れもしませんなんだけど、時間がタイトで来てくんないときつい。でもそれは選べないから、まあ、だから安産祈願っていうものがきっとあるのかなね。俺は居眠りしないよ祈願しない。はい、居眠りしないように祈願をしに行くから。なんで居眠りなんですか。え、いつの話ですか、誰の時ですか。自分で言ってくださいじゃんと。ん、寝ちゃったんだよね陣痛中にね、眠くて。そう、朝方3時とか4時ぐらいだったんだよね確かね。それは生まれたのね。そう、陣痛は夜中だったね確かに、うんうん、今回は寝ないで和んだでしょ。和む和む和む、ムカつくけど和む。でも別にムカつきがずっと続かないし、そんなのも。だからいい嫁だと思わない、逆に感謝しろよって感じ、うん、ありがとうは改めて、うん、ありがとう。座り中だってさ、ご飯作ってくれないでさ、うん、食卓にキムチ並べちゃってさ、うん、どう思う。いや賞味期限近かったからさ。いやマジでマジで、あのキムチ持ってきた瞬間ゲボかと思ったマジで。でもそもそもあのキムチ買ってきたの純だけど、それだいぶ前に買ったやつでしょ。そう、あでも、うん、そうなんだよね、私の責任なんだけど。そうだね。でそれが賞味期限、私がいない時に食べてほしかったな。本当に座りってきついからさ、ちょっと離れたところで食べてたんだよね。そう、離れたところで食べてるんだけど、食べた後の余韻がマジ臭すぎて、てめえマジくせんだよってね。でも喧嘩になんないんだよね。そうだから、まあ、結果私たちはいい夫婦なんですけど、いい夫婦かどうか分かんないですけど、私たち自分たちは仲はいいなとは思ってます。はい、ということで今回安産でありますように。もうちょっとであっという間に7ヶ月になります。少し遅れた安産祈願でしたが、しっかりとお祈り、お参り、お祈り、お祈りなのかな、祈りって祈願、祈願だもんね、うん、まあ祈願してきます。はい、あー結構坂がきついから、うん、ちょっと飲み物買おうよ。もうダメだ、もうハーハー言っちゃって、もう耐えられんや、もう。あ、力水は好きそうじゃない、懐かしいんだけど。力水ってうまいの、美味しかったよね昔よく飲んだ。あ、懐かしい、小学校の時によく飲んでた。めっちゃ苦しい、マジやべえ、夏の妊婦ってきついね。ね、知らねえけど。なんだっけ、初めてだよ、ね、夏の妊婦は。ここだ、本当は黒じゃなくて赤なの。そうなんだね。うん、すごい急。なんだろうな、お水やるとこじゃない、できるかな。あ、墓でしょ。え、墓ではないんじゃない、すごい綺麗、本当空気が全然違うよね。うまい。あ、ダメだね、できないんだ。
わあすごい。何池？こんなとこあったんだ。何池？池？あれ。本当はなんだろうね。超正しいって意味かな。もう分かんない、やめろ。超かっこいいじゃん、なんか。素敵ですね。なんかさ、すごい澄んでるよね、空気が一気に。全然違うよね。うん、行こう行こう。やる気満々ですね、次男くんが。そりゃそうだよね、初めてお兄ちゃんになるんだから。何気にめちゃくちゃ楽しみにしてるもんね、あの人。よかったよかった。始まりはね、あの子をお兄ちゃんにしたいなってところだったからね。私たちのエゴなんだけどさ。いいじゃん。ああ、重たい。はい、見せてください。何やったの？何したの今？え？おみくじ引いてみた？何が出た？おー、かっこいいじゃん。パパではこういう時にさ、吉とか言ってないですよね。そうだね。どうやって願ってくれた？お祈りした？何したの？あ、赤ちゃんがギャーギャー騒がないように騒がないように、騒ぎませんようにって。そうか、そんなお願い事の仕方もあるんだね。うん、そうかそうか。パパは二人の兄ちゃんと同じように元気に出てきますよ、ね、そうだね、おしっこがうんち、おしっこだもん。いいおしっこだったら引いてあげて、あの新しいおむつ履かせてあげるんだけど、できそう？おむつ替えたら何かもらえるって約束したの？へえー、すごいじゃん。よかったね、次男くんは。はい、ということで無事に安産祈願が終了いたしました。なので赤ちゃんもだいぶ、まあこれでもね、だいぶ大きくなったかなね。頑張って成長してくれてます。はい、こんな感じで夏の妊婦初めてだなって振り返ると、初めてです。そうそう、お腹が大きいと大きくお腹が大きい時に暑い時期ってこんなに大変なんだね。マジで舐めてたって感じ。汗だくだし、常に体温もなんか高いのか、すんごい暑い、本当に暑い、ずっと暑い。マスクが特に苦しいし、でもね、今まだどこ行ってもね、マスクはしなきゃいけないもんね。まあそんな感じでどうにかギリギリ安産祈願が終わり、ちょっと安心しました。やっぱり来てよかったね、パパ聞いてない。やっぱ来てよかったよね。やっぱ来るとちょっと安心するよね。はい、ということで今回は家族で安産祈願に行ってみたっていうのを撮ってみました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。